皆さんこんにちは、どさんこ不動産です。今回ご紹介する物件はこちら、ウエスト202、こちらの物件になります。周りは普通の住宅街になっております。はい、こんな感じです。はい、建物の南側が玄関になってます。はい、コンクリートブロック棟ですね。このようになってます。はい、2LDK68.7平米、2002年築です。家賃5万3000円、帯広市西二条南2丁目です。間取りはこんな感じです。はい、今回ご紹介するのは2階の部屋になります。お邪魔します。玄関です。非常にコンパクトな玄関になっております。はい、下駄箱です。はい、中を見てみます。はい、棚は固定式です。はい、こちらにブレーカーあります。はい、ではね、部屋の方を見てみます。リビングダイニング 10.7 畳。はい、反対から見てみます。はい、こちらに蓄熱暖房機、上にはエアコンで、ベランダがついております。はい、室外機置いてあります。南向きなので日当たりは良好です。そして対面キッチンになっております。はい、キッチンです。はい、新品の IH クッキングヒーターがね、ついております。はい、中を見てみます。まあ、この辺は通常の、キッチンではないでしょうか。まあ、築20年ぐらいですけども、はい、当時のキッチンがついております。はい、で、上には釣り戸棚。はい、横にレンジフードがあります。はい、ここにはですね、ロス内がついてます。はい、ではね、隣の部屋見てみましょう。洋室 8.4 畳。結構ね、広いんではないでしょうか。はい、反対から見ます。はい、クローゼットですね。はい、中をね、確認します。はい、こちらオレードが3枚ですね。はい、上には棚とポール。結構広くて使い勝手がいいと思います。はい、ではね、隣の部屋に行ってみましょう。はい、洋室 8.4 畳。こちらも先ほどの部屋と同じ広さになっております。いかがでしょうか。はい、こちらのドア、ウォーキンクローゼットになっております。はい、広さは2畳ぐらいでしょうか。はい、上には棚とポールがあります。はい、換気扇もついております。非常に使い勝手がいいと思います。
はい、ではこちらのドア、こちらはトイレ、シャワートイレがねついております。で、上には棚もあります。で、その先ですね、こちらは洗面室、はい、こちら洗面器、台ですね。中を見てみましょう。あ、この辺は通常の、洗面器だと同じになっております。はい、隣に洗濯機置き場で、その横温水があります。で、こちら浴室です。はい、こちら多分 0.75 坪ですねのお風呂になっております。今回は 2LDK の物件のご紹介です。家賃は5万3000円、ゴールデンカー。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。次回もお楽しみに。